はい、ということで、まあ、京セラドームの前にいますけども、この2人と、出会いました。はい、僕は12球団を主に扱ってて、まあ、阪神ファンっていうのは公言させてやってもらってるんですけれども、うん、野球小僧 TV と申します。よろしくお願いいたします。はい、どうも、B モレルです。はい、僕はね、まあ、うん、オリックスのメインとした動画を上げてるB モレルと言います。あとこの親友のかわいいかわいいポンちゃんも今日は一緒にいます。ポンちゃん危ない人です。危ない。オリックスファンの YouTuber の方と、はい、一応阪神がメインの、阪神は、一番好きですね。好きな準球団を、なるほど、はい、基本というか僕あの YouTube あんまり見なくて、はい、なんか結構みんなコラボするんですけども、はい、もうしたことがないんですよ、はいはい、ほぼコラボ初めてするコラボ。うれしい。ほぼね、ちゃんと花口さん史上初コラボが僕たちで、そうですよ。嬉しいな、これ本当に。もう一緒にプロ野球を愛してる、はい、そうですね、球団は違えど、そうですね、12球団ね、うん、応援してるんでね、愛してるね、もう仲間なんでね。いや疲れた、なんとも言えないし、いや、何分、4時間50分、2時に始まって6時50分に終わる。4時間50分、両チームともね、まあ、チャンス作るもののね、なかなか行かせず。いや、やっぱでかい声で応援歌歌った、歌いました。もう阪神ファンいっぱいいる中でも99対1で正尚熱唱しました。もうすごい。どこで歌ってんねん。三塁側の内野です、ね。やめてくれるか。かわいい、これポンちゃん、これポンちゃん、ポンポンちゃん、これこれ、やめてもらっていいですか。僕の可愛いポンちゃんということで、まあまあ2人、初めてねお会いできましたよ、はい、じゃ あ, あの友達ということで、はい、ありがとうございます。お友達ということで、一緒にマクド行ったり、マクドミスド行ったり、そうロッテリア行ったり、全部ファーストフードやないか。ファーストフードコンプリしました。ええ大人が。ということで、友達がね、京セラドームでできました。お母さん友達できたよ。いや俺どんだけ友達おらんなってね。おったわ、おったわっていうのもおかしいけど、今もおるから。